はい、おはようございます。パームスの沼田です。この景色ちょっといつもと違いますね。今日はですね、ここ芦ノ湖やってまいりました。でタックルはねショアスローです。初めての試みという形でね、ちょっとねトラウトのショアスロー、これをね、やっていきたいと思います。で、まあ、ロッドはねショアガンエボルブ、990始めて、でこちらスローブラッドキャスト、各種ね淡水仕様のカラーに、ちょっとねチューンして今日は持ってきました。で今朝から入ってるんですけども、まあ、トラウトねなんとかちょっと魚姿を見たいなということで、このショアスローの可能性さらに広げていくことができるかという形でちょっとねトライをしていきたいと思います。それではね早速釣っていきます。釣り始めは今 10g のスローブラッドキャストのロング、ワカサギカラーですね。もう今ね釣り始め入ってくるときにちょろちょっとねワカサギが見えてましたね。釣れそう。いやまたちょっとね海とは違ってピリッとしますね。いい感じ。お。まさかの。まさかのです。失礼しました。今ねちょっとフォールに当たってきたんですね。サイズこそ可愛いですけど2投目で抑え込んできましたね。よいしょ。あすんごい綺麗。どうよ。サイズこそ可愛いですけどね。いや嬉しい。いきなり当たってきました。綺麗。さあ、今ね朝一番、入ったところの芦ノ湖、2投目ですね。ホール行ってた時にコンと当たってあっていうところで、まあ、サイズこそなんですけど綺麗ですね。スローブラッドキャストのロング 10g ワカサギカラーです、ね、いやーすごい綺麗。ピッカピカ、ね、姫でしょうか、候補でしょうかね。ちょっとね僕はごめんなさい、ちょっと今ここで贈呈できないんですけども、やりましたね。狙いのトラウトゲームショアスロー、すごい感動ですね。こんな綺麗魚がっつり食ってますね。リアねホールでもう完全に食ってますね。嬉しい。じゃあちょっとリリースしていきましょう。よし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 、これいけ、あ、いて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 
あ、綺麗だね魚。うわー、やりましたね。いや嬉しいね。まあ、ちょっとねショアスロー海ではね、あの多彩なターゲットを釣っていこうという形で、まあ、10グラム始まって15グラム、20グラム、それでね、30、40、60という形で展開してるんですけど、まあ、今回ねちょっと、トラウトに当たってね、ちょっとねこちらが使ったジグなんですけども、スローブラッドキャストのロング、これのね10グラム、若さいからですね。でこれまあプロトなんですけども、まあ淡水仕様という形で今後ちょっと展開を考えてまして、ね、特徴としてはねこれ G ライトメタル、鉛じゃないんですね。ちょっと亜鉛を主体として金属使って、比重が非常に軽いと、いった形で、まあ、見せて落として食わせると、いったところだったら、うーわ嬉しい。いやー最高ですね。パープル系のワカサギから食ったよ。やったね、パープル系の今ワカサギに帰って食いましたね。うわー嬉しい嬉しい嬉しい、よし、やったー、よし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 やったですね。はい、ね、やりましたね。綺麗な魚ですね。尻尾の形なんかね尖ってるんでね、ちょっとこれ、ヒメマスですよね。ね、スローブラッドキャストのこれロング10グラムね、パープル系のこれワカサギなんですね。こちらもねちょっと赤さぶワカサギカラーの、一つとしてラインナップ予定している色の一つです。いやー綺麗ね、ーやりましたね。やったー、割れちゃったまいりましたお疲れ様です。やっと食いましたね。やっぱりここに来てねちょっと活性が上がったタイミングでしたね。うおーしよ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 し、ワカサギからスローブラッドキャストロックです。あうわごめんなさい失礼しました。おっと食いましたね。ね、今ずっと後半射物入れてたんですけど、ここでペイントのイエロー、裏面はね、シルバーなんですけどね、入れたところで食ってきましたね。今ねちなみに当たってきたからこれですね、こっちの目のある方がねペイントのイエローちゃんとですね。で裏面はねシルバーなんですね。おお、クタ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 。8カウントからの3しゃくり目食ってきましたね。
ね、これチャート今当たってますね。さあ、芦ノ湖ですね。だいぶね季節追ってきて今、入ってきたと、日がだいぶね高いんですけど、今ワカサギがだいぶね接岸してますね。足元でも見えます。おーし、くったー、やりましたね。イーブンピッチの 10g のパープルワカサギね、いい当たりだった。よし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 、あーしゃっ、いやー綺麗ね、ひねますですかね。よっしゃー、嬉しい、いやー綺麗だ。よし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 、やっちゃったやっちゃいました。ペイントのチャートボトムからね、近かったですね、魚ね。惜しくった、食いましたね。やっぱりシャロー出てましたね、ワカサギから。ちょっとイレギュラーなアクション入れてからね、ハーフで入れてったところ当たってきました。よし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 、おー、いい魚体。よし、うわっしゃ、嬉しい、やった、食いましたね、やった。足のこのこれが追っかけてきたところです。若さ光食ったね。おーっしゃー、くー嬉しい。いやー正解だよね、かっこいい。スローバットキャストロング若さからいいファイトだね。サンキュー、やりましたね、足のこの桜。あー綺麗、かっこいいね、最高です、サンキュー。
最高です、ね、レイクシュアスロー、ね、可能性を求めてね足の子、ちょっと通ってみました。食いました ね、 ね、まあ、この時間帯で、まあ、この魚の前にね一発、同じシャローでね当たったんですよね。ジグはねスローブラッドキャストのロング、10g のワカサギからもうレイクシュアスロー専用にね、今ねこれ作ったモデルですね。ワカサギからね、いやーこれね今まあ990ロッド使ってやってるんですけども、いやー面白いですね。まあ、今までね足の甲だとこの桜はじめ秘めますで中禅寺湖のねレイクと、いう形でねこのレイクシュアスローね可能性秘めてもうね、あ魚見るたび感動ですね。いや楽しい。